ジャガーエースタイプはイギリスの自動車メーカージャガーが1963年から1968年まで生産した乗用車である。高級スポーツサルーンとして世界的なヒット作となった MK2 の発展型として1963年に登場した。最大の改良点は後輪サスペンションが独立式となったことでこのメカニズムは ジャガー生産者では1961年に登場した大型乗用車マーク X とスポーツカー E タイプに次ぐ採用で設計年次が古いためジャガー生産者で唯一固定軸サスペンションを持つことになる MK2 を近代化する目的で開発された。四輪独立喧嘩の採用と同時に S タイプではテール部分が延長され MK2 ではスタイルの犠牲になっていた。 トランクスペースの拡大が図られた。また、フロント部分もヘッドライトに日差しが追加されるなどの変更を受けた。エンジンは、MK2 並びに、他のジャガー車同様の6気筒、XK エンジンで 3400cc と 3800cc の排気量が用意され、MK2 で選択できた 2400cc は用意されなかった。 動力性能は 3.4S のマニュアルで0から60マイル加速10.3秒、最高速度時速1 8 5トル、3.8、70.3秒、時速2 0 1トルに達した。また、MK2 同様にエンジンベイが狭いため、XK150 や E タイプのような3キャブレターエンジンは搭載できなかった。このか。 オプションのパワーステアリングのギア比が改められ、ロックトロックがマーク2の4.3回転から3.5回転となり、デッドだった操縦間隔も改善された。ヒーターや換気装置も改良されている。ロードホールディングや乗り心地、操縦性、居住性などが大幅に改善された S タイプであったが、販売は期待されたほど伸びず、その傾向は、 特に主要輸出先のアメリカで顕著であった。その使用環境からして四輪独立喧嘩のメリットが大きくないアメリカにおいては、開発期間や費用の制約から、ウィリアム・ライオンズの会社の製品としては珍しく、評価が低かった S タイプのスタイリングや、1 5 0ムあまりも増加した車両重量の方が問題であった。結局、ジャガーは、 MK2 をエントリーモデルとして S タイプと並行して継続生産し S タイプを Mark X と MK2 の中間車種と位置づけることとした1966年になると S タイプのフロント部分を Mark X 風に改めた新型車 j a g ー e r 420が登場し Mark X は 420G と改名されたが S タイプも引き続き生産されることとなり 1968年に XJ6 が登場して 420G 以外を集約するまでの間、ジャガーのサルームは MK2 の更新の240、340、S タイプ、420、420G の4種類が並行して生産される複雑な状態が続いた。S タイプは結局24,993台が生産された。 年次別では1963年に43台、1964年7032台、1965年がピークで9741台、420が登場した1966年に6260台、1967年1008台、そして1968年に909台であった。 日本にも当時の総代理店新東洋企業を通じて輸入された。現役当時は必ずしも好評ではなかった S タイプだったが1998年になって特にフロント周辺にそのデザインテーマを継承した同盟の新型車が登場2007年まで生産された。ありがとうございます。